はい、 J のレビューチャンネルです。今回はですね、コスパのステレオミニプラグですね、オーディオケーブルです。これもね、出して使ってるんですね。こういった感じの1メートルの標準のですね、ケーブルです。3.5 ミリのですね、ミニプラグになっております。こういう感じです。でこれがですね、結構作りがいいんですよね。外れるし、結構いいですね。はい、こんな感じになってまして、ここがですね、すごくいいんですよ。こうちょっと狭くなってるでしょう。これらどういう風に使うかというと、例えば iPhone とか iPad とか Android ですね、ケースつけますよね。ケースつけた時にここはですね、何ミリかがこういう風にこうね、段になるですね、そこをですね、こういう風な感じになってるので、ここですね、これがこういう風な感じ、かなりこう厚めのケースを使っても対応できるということで、非常に工夫されてます。はい、今はもうね、Bluetooth になってるんですけど、スピーカーをつなぐときですね、例えばスピーカーに Bluetooth の充電がなくなったときにですね、こういったケーブルも一つ用意しておいて、使うという感じで、こういった使い方もしています。若干やっぱりね、ケーブルつないだ方が音が、まあ、若干いいような気がするんですけど、こういう感じですね。はい、こういう感じの使い方と、あとはヘッドホンにも使えるんで、だいたい今頃のヘッドホンはだいたい Bluetooth になってますが、兼用のが多いんですね。兼用のが、ここもこういった感じでぴったりと入ります。でこういったの使い方をしてますので、1メートルぐらいのケーブルがあったらちょうどいいんですね。やっぱり一つね、あってもいいかなと。あんまり高いのだったらなかなかね、難しいですけど、こちらのですね、コスパのミニステレオプラグはですね、1000円弱ですね、1000円弱っていうか798円なんで、これが非常にね、まあお買い得になってますね。あとね、これがね、何がいいかって言ったら、このすごい耐久性が良さそうなんですよね、すごく。はい、途中でね、電話が入っちゃった。はい、これですね、非常にね、いいんですよ、耐久性がね。普通のジャックだとこういう風にすると折れちゃったりするんだけど、これがかなり耐久性がいいので、こうぐちゃぐちゃにして持っていても全然いいですね。こういうのあったらいいな、ポケットに突っ込んでいてもですね、パッとこう癖もあんまりつかないし、すごくいいですね、これ。はい、おすすめの、ケーブルです。ミニプラグケーブル。はい、今回はもう一つね、ケーブルをご紹介します。コスパのですね、ハイスピード HDMI ケーブルですね、2メートルです。はい、これがこういう感じになっておりまして、まあ、普通の HDMI のケーブルなんですが、これハイスピードということでね、こういう感じになっております。2メートルだからちょうどいいですね、こういう感じです、こんな感じになっております。はい、先がこういう感じになっています。はい、これどういう時に使うかと言いますとですね、ノートパソコンでモニターをアウトしている方はですね、多いと思うんですけど、これをですね、パソコン側からには、こっちですね、こっち入れてアウトにして、ここでこう、こっちはアウトとかね、で、こういった感じの使い方してます。で、ピンをパソコン側からこっちに入れて、こっちでモニターをすると。そしてこれ、あといろいろありますので、1つ目のパソコン、2つ目のパソコン、いうふうにしとけばですね、ここでこう切り替えができるわけです。1と2と3と4つまでできるんで、これのケーブルが欲しかったんで、これをですね、ちょっと購入してみました。はい、HDMI のですね、ハイスピードケーブルというのがあるんですが、これ何が違うかというと、昔のやつですね、ほとんど同じなんですけど、昔のやつはですね、1.0 の基準だったらしいんですけど、これが 2.0 になったわけですね。 1.0 か 2.0 になってっていうことは倍速くなったということなんですよね。なのでかなりね、すごいこうたくさん、容量が遅れると、早く遅れるという感じなんですよ。で注意しなきゃいけないのは、両方ハイスピードでないといけないんですね。こちらの方もですね、このもうほとんど今はハイスピードになっています。こちらもハイスピードです。ハイスピード同士でないとなかなかこう難しいと、速くならないということなんですけど、安い HDMI も今売ってるんですけどね、安くてもやっぱり遅かったら
データが少なかったらねダメなので、やっぱりこういったハイスピードケーブルが主流になってくるんじゃないでしょうか。今はね安くなってね、これ昔はねだいたい2000円ぐらいかかって、今はね500円550円、ハイスピードケーブル2メーターで550円となっております。非常にコスパがいいですね、評価もまずまずです、よかったらね、参考にしてみてください。今回はハイスピード HDMI ケーブルのご紹介でした。ではまた次回の動画まで。 J チャンネルでした。